はい皆さんこんばんは、おじいさんです。長旅から戻ってきました。はいということで、ですねあの到着とおじいさんがね本当に、ね、帰ってきた途端に、えー、荷物が、えー、届きました、えー。それがこちらでございます。本日する紹介するのはこちら。ドンはい、届きました。こちら、えー、ポーキリー RGB20 です。 20かなもう僕はちょっと日本人なんで20と呼びます。はいえー、ポウキディの RGB20 ですね、えー。こちらは海外の EC サイトの LDK ゲームさんの提供でお送りいたします。いつもありがとうございます。はい。ということでですね、えー、こちらポウキディね、はい、小さくね、RGB20 と書いていますが、 これは僕が第四世代で一番皆様にお勧めしている安定機種、えー、ポウキリーの RGB10 のアシュですね。アシュって言い方が一番いいと思います。はい。えー、性能は同じでその本体が変わったというもので、えー、いろいろね話題を呼んでいる商品でございます。はい。それではね、早速中身の方を開けていきたいと思います。それでは中身の方を。 オープンーー <laughs> ちょっと待って。えー、いやあのねもう,もう見えてる通りあのこういうものが来ると思ってたんですよいや。こういうものだってのは知ってたんですよ。こういうものだって知ってたけども。 あのー、なんだろうであのすごいね <laughs> いやあのねもうごめんここでちょっと言わせてもらってあのね当然あの僕動画でも見たんですよこれ紹介してる動画あのねあの全然違うあのインパクトが違う <laughs> あのねものすごい迫力がある。 うん、多くの人があのこちらですねこちらのよいしょ、えー、こちらですね RGB の、えー、こちら、えーね、280V 多くの人が 280V を想像してると思いますそして僕も RG280V の感じで来ると思ってたんですよ RG280V はこういうものが来るであろうと大きさなりインパクトなりがこういうものが来るであろうって分かってたんですよ でそういうものが来たんですけどものすごい喜びやったんですよでもあのこのポーキディの RGB20 ってまあなんかこういうものが来ると思ってたんですよでもあのものすごいインパクトなんですよ <laughs> ちょっとじゃあ、えー、これ以上ねシャワーってまれなんで、えー、それではね底蓋チェック先させてもらいますはい、えー、あいつもと違うねいつもはこの周りに発泡スチロールの緩衝材があるんですが初めてこういうなんかプラスチックの こういうものが入ってました。あ、非常にシンプルですね、今回はね。えー、はい、<laughs> いただきました。えー、USB-C ですね。これで多分ね、700本ちょうどなると思います。はい、これ、もう家にね、USB-C、本当ためたらね、もうね、USB-Z に多分なれるぐらい、えー、溜まっておりますで。非常にシンプルですね。説明書が入っています。えー、こちらが中国語。そしてこちらが英語ですね。 インストラクションズファンクショナルディアグラムって書いてるのかなダイアグラムでいいのかなあえすごい日本語ついてる RGB20 説明書あすごいねあこれすごいわ <laughs> いやねここまでね、えー、RGB20 説明書、機能、えー、機能模式図、えー、特別組み合わせ、機能説明でものすごい綺麗に書いてあるのよ、ね、こう操作、電源投入発送ね、オンオフ操作、ゲーム操作、えー、機能操作ってもうここだけ漢字分からなかったのかな。<laughs> 全部ひらがなで書いてます。<laughs> なんか、機能操作って言ってるみたいね、なんかね。はいという感じでした。はい えー、もうこんな感じでね説明書のツッコミ入れ出すとねもうこれで3時間ぐらい行ってしまうんで。はいということで、ですね早速本体見ていきましょうかね。よし。えー、それではこちらね内袋から取り出しましょう。それでは3、2、1、0、0.1。

感じがあ,りますあの何 <laughs> やろうな <laughs>、うん、お正月的なニュアンスがありますねあー残念ここのりが外れたんだねこれうんこれ残念だねちゃんとのりが多分入ってない、うん、押さえたらつくね押さえたらつくだから自分でのりで接着したらいいと思います外れてる人は。 うんうんうん、まあこんなんもうちはちゃんと伝えますからねうんでももういいねそんなん全然あるからこういうことねこんなんで驚きはしませんえー、っとですねまずあのーまあ、まずねもう一番とにかくそうですね目立つことは赤赤がねあの本当にどこまで伝わるか分かんないけどあのね臭色なんですよ本当の臭色うんだから このまあ、もうご,ごめんなさい、これはまあ同じ提供先のやつやからあのそのファミコンカラーというものを目指したときにやっぱり本来はこのえんじ色ってやつなんですよ。小豆色というかえ、うんう色。でもこのポーキディの、えー、RGB20 はもうまさに臭色です。あの御朱印の臭色の色です。 はいでもあのこの金のところは今めくれてしまってたけどもあのちゃんとねあのアルミ素材でここの鉄の部分は表現していてここのものは非常によく似てますこの金はめくれてたことによってこいつがちゃんとしたアルミ素材だっていうことが分かることができましただからここは非常にねこだわってますはいでも色がやっぱり、えっと、かなり残念感があって うーんこれがちょっと安っぽさを表現してしまっていますだから僕は RG280V を非常に褒めたのはそこが完璧やったんですよで僕はこれでずっと言ってた通りあのー、そういうファミコンカラーのオマージュっていうものはたくさんあってでもきっちりやらないと。 あの逆にすごくこう何て言うかなジョークになってしまうというかうんそれに申し訳ないけどもこの周囲色の部分はそうなってしまってますんかちょっともったいないなともうちょっと、えー、しっかりカラーリングをちょっとここをエンジンするだけでここのメタルの部分はすごくこだわってる分ちょっともったいないなっていう気は、えー、しました、うん、でまあ全体像を言いますと うんそうですねもうこのアナ,やっぱアナログスティックを入れてしまう非常にその操作性のところを、えー、持たせるとこうなるという、うん、僕がこの RG280V でずっと言ってたこいつにアナログスティックをもうつけないんだもう徹底してこれはこういうふうなオマージュとして完璧なものを目指すんだっていうあの意図がものすごい触れたんですよそれは僕ものすごい伝えたと思うんですよね。 うん、でもじゃあそれをもっと多くの,そのオーディエンスの期待に応えるため、えー、アナログスティックをつけようってなるとこうなるんですよ、うん。この形にならざるを得ないんですよ。でもその道をこれは捨てたから俺はすげえってめちゃくちゃ褒めたんですよ。これはもうただ単純にあのいや見た目の単純さでもいいんですよ。うん、でもそれでもそうだけど制作者の意図が僕に突き刺さったんですよ。ももうそんなもんんないらんねんと うん、で多くのこれを買ったユーザーたちはそれにえっ、ー、と称賛したんですようんでもだからこれが悪いわけじゃないのでも多くのオーディエンスを取り入れるためのこれが形やったんですよ絶対これはね、うん、でこうなるんですよ、うん、だからこれは僕はここにははっきり言って文句は言わないです、うん、非常にこっちの意図はそうなんです、えー、簡単に言うとさっき言っとくとこちらロックチップ3326なんですよ うん、相手だからもう細かいあのー、スペックはまあ、ちょっと最後出そうかな最後に出しますけどあのー、基本的に第4世代だからつまり RK2020 とか、えー、RGB10 と同じ性能なんですよねでそうなるとやっぱり遊べるゲームが多いので特にドリームキャストなんかになるとその D パッドとアナログパッドちゃんと分けて遊ぼうねっていうゲームがたくさんあるのでこれ絶対得るんですようんだからこういう形にせざるを得なかった うん、そして、えー、第4世代の中でこういうふうなオマージュ筐体にしようよっていうことで出されたものがこの形やったとだからこの構図的なところでは僕は文句は一切言わないですただその中で唯一このカラーリングだけはどうにかしようよっていうのはできたはずなんですようんでもねあのー、僕はこれはよくやったなとそして <laughs> あのやりきったそのインパクトがすごいんですよ で、ででかさがこの違いです、うん、多くの人がなんとなくね大きゅうてもうこれのちょっと一回りぐらいやろなと思ってたんですけど僕はそう思ってたんですよ、うん、それがねこんだけねドシンとこうなんかあちょうど多分ねキットカットの袋いや昔のキットカットのあの箱のやつ箱のやつぐらいの大きさ多分あると思いますはいでえっと後ろにねこう L2R2 がありますね面白いよねもうだから前も言ったけど あのこの RG280V はとにかくデザインでいろんなものを失ってる部分もあるんですよアナログスティックしかりここが高いとこれ僕言ってたよねここ高いから押しづらいよって、うん、だからでもこれはだからもうまさになんですよこれはもうとにかくゲームするためとオマージュっていうものをこうマリアージュしてできたものがこれなんですよねじゃあつまりここにはしないんですよ、うん、やっぱゲーム性を求めてここにするんですよね、うん、で1個だけ言わせてむっちゃ押しやすいここ うん、ここすごい押しやすいちょうどここでゲームやってる時にすっごい押しやすい場所にあるめっちゃ L2R2 押しやすいもう見えてないよここは可視化できてないけどもあのもうすぐニュアンスで押せます今僕パッて手入れてあここはい L2R2 ですねってすぐ押せる、うん、であのここに指が当たらないこれあのデザイン的にはもうここはぶっさくなってるよブッサイクになってる,ってるどっかの神社の入り口みたいになってるけどあの ここがちゃんと押して指がカンカンって当たらないあの距離になってるちょうどうんちゃんと押してもい狭いとかここにスッた入らないとかじゃなくてもう全部考えられてこの距離にしてやろうと思います今 L2R2 ある L2 と R2 がここにあるってスッて指入れてすぐ押せたよくできてますはいでえっと押し心地見ていきましょうねメインのやつボタンあこれはね独特 あのね独特だうんあのー、RG シリーズのしっかりとした押し心地を期待するとえっと全くちゃいます何に似てんのかなこれやっぱ RG シリーズの押し心地なのかなあのねあのー、独特のねプニプニ感ですねちょ,ちょっとねあのー、何やろなこれ PSP に似てんのかなちょっと うーんあのねしっかりしたこうストロークがあってボコボコっていう感じじゃなくてちょっとねあのプリプリっとあるよプリプリっとはしてるけどちょっとねむにゅっとしてる感じのプリプリ感うんちょっとだから強度的にはちょっと問題があってよくあるえっとこう A と B は強いんだけど X と Y 特に Y が弱いだから多分後ろのゴムの留め,留め金が、えっと、こっちにあるんだと思う うん、だからここが弱くなるんですよ。PSP がそうなの。うん。でもね、あの悪くはないですよ。だからちょっと耐久性ちょっとどうかなとは思う。よく遊ぶ人は。でも A と B を基本的にゲームってここら辺ガンガン押すの,ものは僕はしないんで、まあここはしっかりしてますよ。うん、その中でも。うん。でも RG シリーズであの押し慣れた、もうちゃんとした押し心地、ガスンガスンっていう感じはないです。もうかなりプリンプリン。 うん、これは分かっといてください。で十字キー。あのね十字キーはすごくよくできてる。うん。あのねストロークはね、あのー、例えば RG280V なんかよりも浅いです。でもあの非常にねあの十字キーものすごく押し心地いいよ。うんここはね高級感が非常にあるレベルの高い十字キーの押し心地です。非常に安定してます。うん。これ技も出しやすいんじゃないかなちょっと分かんないけどあのとにかくねストロークがちょっと浅い。あ分厚さが。 うんうんうん、でもちょうどいいぐらいかな。でアナログスティックはこれ多分 RG シリーズのやつと一緒だと思います。35、えー、350M から使われてるあのデザインが一緒なんで、なんからこれすごくちょうどいいよ。僕らが一番なやり慣れたやり方、うん。ただこれがいつも言うけど、十字キーとアナログスティックは実際格闘ゲームをしないと、えー、反応ちゃんとしてるかっていうのはまだ僕は言わないです。はい。でスタートとセレクト。 あ、これね、あの見た目と全然ちゃう。あのねあの、だからスタートとかセレクトのあのプニプニ感が4つボタンで、セレクトとスカートはカチカチなんですよ、これ実は。もうこれもプリプリっていう感じかなと思ったら、ガチッガチッってやつ。もう硬い感じ。後ろに硬いものがあって、カチッカチッカチッって当たって、このボタン自体もちょっと固い感じ。あこうお音わかるかなあの LR みたいな感じ、よくにある。カチカチカチって LR である。硬いものを硬いところに当てる。スイッチに当てるみたいな。ここ全部そうです。 でも面白いよね。あ、これね、僕さっき気づいたんやけど、これね、L3 と R3 ってボタンがあるんですよ。で、謎の、えっ、ー、と、この中、2って書いてるボタンと <laughs>、で、V っていうなんかもうようわからんボタンね。はい。で、しかも、ここに L3 あんのに、これ L3 もあるんですよ。押しも。<laughs> 面白いよね。で、ここの L2、R2 はプチプチ感のやつです。はい。プチプチボタンになってます。ここね。 この音ね。はい。非常にストロークが浅い。もうプチプチとスイッチオン、オフ、オン、オフみたいな。で、えっと、とっても嬉しいのが、これはもうとにかく多くのユーザーに不便ないようにということで作られてるということで、第4世代で必要な、えー、オードレ・ド・ゴ・アドバンスであったようなオプションボタン、つまり6個です。1、2、3、4、5、6と。6個ちゃんと揃えたと。だからもう初めに言った通り、この、えー、ポーキディの RGB20 は、 えー、とにかく第4世代の中で初めてオードレード5アドバンス以外,以,上以外でこんだけの6ボタン揃えたってことです、うん、だからつまりやっぱりこれはカラーリングは間違えたよカラーリングはやっちまったけども、えー、とにかく多くの人に、えー、第4世代を遊んでもらうために送り出した製品、うん、それをまあ本来なら多分横棒型で再現してもよかったと思うんですけどもそういうものをね うん、それをまあ今回これ偶然ダブったのかは分かんないこれこっちの RG280V の製造工程がえとバレて。 こっちに来たのかただ僕は前から思ってんねんけどこれアンバーニックとポーキーディって多分一緒の会社の子会社になるのかな,なんかそういうニュアンスは前あったんですよ実は何か何かの時に僕言ったんですけどだからこういうものあるからこっちも同じロットでロットでというかあこういうものじゃあうちもこっちも作るわっていうことでなったのかもしれないの。 うん、だからまあその開発部が違うセガン中であのー、AM2 とかあったみたいにそういう感じでポーキディって多分アンバーニックと一緒じゃんだからポーキディが多分大きいあれでアンバーニックがその中なのかなって僕はちょっと勝手にあのー、思ってるんですけどもあの RG シリーズの,あの実はそのそう RG シリーズの商品のネジ止めのところにポーキディ君の写真があったんですよあシール貼られてたんですよそれ見た時にあそうなんかなっていう気はちょっとしましただから あのなんかパクったパクってないっていうことではないのかなとじゃあうちではこ,こっちでも作るわって言ったんやったらこのカラーなんでこれやねんって気がするよね <laughs> 誰か注意しようぜこれ神社やないねんからさ <laughs> すごいめでたい色なんですよこれ金とこの臭って日本人ってこれ侍のだから武田信玄の鎧の色ですよこれ <laughs> はいということであのー 色はちょっとやっちまった感はあるんですけども非常にあの全体のとにかくファーストインプレッションとしてはとにかくこの RGB280V の全くその虐待のところにいるあの逆の場所にいるものです。多くくののとにかくユーザーザがあの納得するえその 作りこぼれがないようにもう全部入れようよと求められているもの全部入れようよっていうものでできたものがこの、えー、ポウキリのあの、えーの RGB20 だっていうことはわ、えー、かりました、えー、はいそしてですね、えー、上面の方ですね、えー、上面の方を見ていきましょう、えー、左から3 5ミリのヘッドホンジャックマイクレス D の、えー、挿入口そして USB-C ですね充電ポートあ これ面白いね。Wi-Fi のオンオフをスイッチで変えれるようになってますね。これは初めてですね。これすごいなぁ。えー、これすごいわ。見えるかなはい、あ。で、OTG ということで、多分こっちはあれですね。あのー、外部接続のコントローラーになると多分思われます。OTG っていうは。だから充電がこっちなのかなうん。 ちょっとこの確か OT は確かそうだったと思われます。ちょっと間違ってたらごめんなさい。はい。とりあえず USB-C ポートが2つ、えー、存在してます。そして Wi-Fi はこれちょっと面白いですね。オンオフ、こんな感じで切り替えれます。初はじめオフになってるね。はい。この辺もまたちょっと本当につながるのか、えっ、ー、と、見てみましょう。はい。でですね、本体の左側には、えー、電源ボタンと、えー、リセットボタンがついてます。 本体に対して水平に入ってますので、合衆はないように設定されます。はい。でもね、指でポンポンと簡単に押せる、あの指の腹でもこう押していけるので、えー、その辺は問題、アクセスしにくいという問題はないです。で、本体のそ、えー、底面ですね。底側面と右側面には何もないです。で、多分これがスピーカー、裏面のこちらはスピーカーになっているものだと思われます。そんな感じですね。この周りのアクセスの場所はね。はい。 で最後に気になる大きさ見てみましょう大きさと重さね、はいえー、まず横、えー、ざっくりですけども約9 2センチ、はい。で縦、えー、10.7、はい、厚み結構バツいよね、えー、2センチです、はいでえー、大きさ比見てみましょう、えー、RGBRG280V、えー、がこれぐらいです まあ2りぐらい大きいよね。はい。それでですね、えー、例えばですけど、これ、えー、RG350P ですね。P。P と比べるとこんな感じ。はい。で、こんな感じ。だからね、まあまあ、あのー、大きいし、はっきり言って、その RG280V のような、その、携帯性っていう意味では、 ちょっと特殊かなと、ポケットにも入れへんし、独特な感じがあります。はい。で、重さ測っていきましょう。はい、重さかります。ちょっとね、あの、ごめんなさい。いつ,いつものね、サランラッピグなんで、えっ、ー、と、169g。はい。で、えー、例えば RG350P がですね、175なんで、ほぼほぼ一緒です。RG350 とほぼほぼ一緒。 うん、でもなんかね RG350P の方がねあのちょっと重厚感があります、うん、こっちの方が大きいけどちょっとねあの軽い感じがするなんやろなんか不思議軽いけど重いっていう独特な感じがしますはいで最後にね、えー、ともう基本的にね第4世代になるので同じになるんですがスペック紹介していきます、えー、こちらポウキディの RGB20 えー、こちらは液晶3.5インチ IPS 液晶のいつも通りの最近流行りの、ね、OCA というあのガラス面と正面の液晶面の、えー、吸着面を限りなくゼロに近くするというあの美しい液晶になってます。えー、そして解像度が 480×320 メモリーが DDR3 の 1GB そして CPU がロックチップ3326で一応表示は 1.5GHz です。えーこちらいつもね ポーキディの RGB10 は 1.5GHz という表記で、えー、むちゃくちゃ速かったんですよ。他の,の RG351P とか RK2020 よりもむちゃくちゃ動き良かったんですよね。だから、一応ポーキディの RG シ,シリーズということで、この 1.5GHz っていうのは他の 1.3GHz という表記であったり、 1.5と書いていてちょっとあの他の1.3と同じであるまあ機種よりもちょっと期待は持てます。これはまだ推測です。えー、RG300、えー、RGB10 の出来が良かったので、えー、そこはちょっと期待ができます。でですね、ちょっと嬉しいお知らせが、えーとね、バッテリーがね、3000mAh あります。は はいこれはね他の機種よりもかなり多めなので、えー、その辺ねちょっとやっぱ重いゲーム連続してやるとやっぱバッテリーの減りが早いのでこの 3000mAh というものは非常に特徴の一つだと思いますはいえー、そしてこちらに、ね、紹介してきました、えー、ポーキリ RGB20 はですね海外の EC サイトの LDK ゲームさんの提供でお送りしておりますいつもありがとうございますもうねゲームにとにかく特化した中華サイトですうん 非常に、ね、安心して購入できる、えー、サイトになってますので皆さんも買ってみてはいかがでしょうかこちら、えー、紹介してきましたポーキディ RGB20 ですが、えー、9999円がただいまセール中で8999円です、えー、ポーキディの RGB20 が、えー、ただいまセール中で8999円なので 欲しい方は急ぎ目に買ってみてはいかがでしょうかこちらの動画の下の概要欄に商品のリンクを書いておりますのでそちらから飛んでもらうと買うことができますそしていつも言ってるんですけどもクーポンありセールありと言ってるものは本当に値段があっという間に元に戻ってしまったりクーポン期限切れてしまいますので安い価格で買いたいよという人は早めに買うことをお勧めします前回紹介してた XBOX もね残念ながらもう値段が戻ってしまいましたのでこの このセール中というのは本当にセール中だしたまにセール中っていうのがずっと続いたって出たりもしますけどもえ特に人気商品でバババババって売れると,えとなくなってしまうというか値段がねえ正規値段に戻ってしまうことがあるのでえ急ぎ目に買ってみてはいかがでしょうかえ今日はねポッキリの RGB20 ファーストインプレッションでしたが次回は電源を入れてまずえ元の OS がどうなっているのかえそしてその OS に対して僕の大好きな AMLX3.5 が入れれるのかそれともまた RGB20 RG35HP のように独自バイオツを使って入れれないのか等をえ紹介していこうと思いますので、興味ある方は次回も見てみてみて、見てみてみて見て,見て,見て,見てください。この動画で初めておじいさんのことを知ったよって、じチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。引っ越し帰りでしんどい。せいや、さよなら <laughs>。